三味線日本一、あんたらバイオリンも弾けるんかい。いや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 、津軽三味線の日本一って言ってますけど、それだけで満足ですか。いや、信じてません。いや、満足です。違います。いろんなこと調整してみましょう。すごいことですよ。そうですね。バカにしてるんですか。今日はせっかくですから、バイオリンにチャレンジしていただきたいと思います。バイオリンか。無理だと思う。やめよう、やめよう。無理無理。いやいやいや、やろうってせっかくなんで、秘訣で。ああ。うちの兄貴は器用だよな。彼の才能はすごいよ。彼はすごいからね。そんなことね。いや、今日はもうね、講師の先生お呼びしてますから。お、はい、バイオリニストの諸京子さんと李亮波さんをお呼びします。お願いします。先生お願いします。お願いします。バイオリンの諸京子と申します。諸京子。バイオリンの李亮波です。よろしくお願いします。お二人にちょっと模範を、はい、見せていただきましょう。これもここにキープですね。はい、キープです。おー、大体やばい。そうですね、でも最初のうちは。おお、もうすでにちょっと銀座風呂さんの方が先に。ちょっと待ってちょっと待って。ひとまずこれでいってみましょう。すごい、はい、すごい。で、今度バイオリン。ちょっとだけ透けたよ、申し訳ません。大丈夫ですか。じゃあもうペンチ、ペンチ、ペンチ、ペンチ。やめなさい、やめなさい、やめなさい。人の邪魔をしない。それどころじゃない。俺なんか顎がやばい。顎がやばい。顎このままだと、もう目が寄り目になっちゃうんですけど。丸々じゃないですか。はいはい。このままブレたりしない方がいいです。そうですね、まっすぐこのまま行ったら後ろ帰ってくる方がいいです。あ、そうです、うるさいな。うるさいな。青やばい、俺センスない。はい、それではジャッジしていただきたいと思います。後ろにお二人構えておりますので、順番に聞いていただいて、うん、で白が A、 白が A、 B が黒で、 B が黒で、最後にせーのでどっちか上げていただきたいと思います。最初にじゃあ A から、はい、白から、白から、白からいきます、はい、先に演奏する人がよかったら俺らは白を上げる、はい、そうですね。練習、これ練習、これ練習。じゃあいきますよ。はい。おい、違う曲だ。
そうくんの。そこで終わるんですか。そこで終わるんですか。白の方が今。今上がる。これ白。これが白。はい。はい、今度は黒の方。はい。行っていただきたいと思います。それではお願いいたします。それでは津軽三味線奏者バイオリンを弾いてみた優勝は、せーの、ほい、黒ー、やったー、こっち、こっち、銀太郎さんです。兄弟対決、銀太郎さんの勝ちこれ綺麗。